よいしょ。はい、副島マックスです。マックス、はい、はい、どうも副島マックスです。さあ、今夜もまたビールを飲みたいと思います。札幌乾杯エール。乾杯エール、これまたなんか可愛らしいパッケージですね。乾杯。思わず笑顔になる華やかな香り、驚くほどスムーズな飲みやすさ、ビール愛好家とともに日本一笑顔になれるビールを目指した乾杯の輪をつなぐエール。乾杯エール。これあれ、100人のなんとかシリーズなんでしょうか。100人ビールって書いてある。ういういうい、いや美味しそう。札幌乾杯エール、いただきます。いいよ、クリアな味だ。すごくこう喉越しがいい。まああんまり香りは来ないですね。こうブッと匂いが来るわけではなく、どっちかというと喉越し、結構炭酸がねギュッて効くんですよ。ビッて来るんですね、ビビッて来るんですよ炭酸が。それがこう喉ドアーッと通っていくあたりがすごく気持ちがいい。これは喉越し最高ビール。あー、いいね。いや、この季節にはぴったりかも。すごい爽やかです。あ、今ふって香りが来ましたね。こうの飲んだ後に食ってくるんですね。気持ちよく飲めますよ。この液体がね、喉を通っていく心地よさですよ。こういうのも大事よね。喉越しすごく大事だな。喉越しと爽快感に振ったビールなんではないでしょうか。はい、じゃあ採点、ミッピッピッ採点。札幌乾杯エール、テイスト20点、バランス20点、バリュー価格ですが 350ml 入りの缶で、237円でした。そして私の好み、マイプリファレンスは21点で、トータルが76点。いや、もうちょっと上げてもよかったかな。あ、でも美味しいビールです。非常に飲みやすい、喉越し爽やか、気持ちいい、爽快感たっぷり、たっぷり爽快感のあるビールです。なんかこう気軽に軽く乾杯みたいな、そんな感じの印象でございます。たー、はい、おつまみ、はい、おつまみです。カルビー片揚げポテト北海道バター醤油味。これ前も食べたかな。よし、あ、バターの香りがうまい。喉越しがいいビールっていうのはこの暑い季節にはたまらないね。ほんと美味しいね。はい、また皆さん何かコメント残してください。 Please leave your comment. I will reply to you. また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバーイ。バイバーイ。これはまだもう一本買って飲んでもいいや。おいしいおいしい。